どうしたのじゃって言ったら、なんか寮でピノを食べられたっていう。寮でピノを食べられたことで、口切れてますって言われて。うちの店、そんなレベルなのまだ。夜城明人。ルミナス、最高組数記録保持者。2000万プレイヤー。2022年、上半期、ナンバー2。ノンアル花柄、数々の輝かしい記録を打ち立てる彼の素顔に迫った。まずは記憶をして3番タワーが無事にできたこと、本当に嬉しい、本当にありがとう。今こうやってここで喋れてるのは紛れもなく、美咲さんをはじめとするレミナスのみんなのおかげです。たくさん悩みを聞いてもらった人も、たくさん楽しい話をした人も、それぞれ話したことは違っても、毎日ルミナスに来るなんて間違いなく言えることは、みんなに支えてもらって今日このパワーをすることができました。ルミナスのみんなのことが本当に大好き、いつもありがとう。アキコちゃんとは出会って9ヶ月になったね。よくみんなにまだ9ヶ月なんだねって言われるけど、私もそのぐらい本当に濃すぎるぐらいいろんなことがあったと思います。よく本当に仲良しだねとか、2人は平和だねって言われることが多いし、みんなに遊んでいいというのも知れたいけど、いや、せっかく秋人くんにはたくさん迷惑もかけて何度も何度も話し合ったし、なんなんだこいつって本気でムカついて特命したこともあったし、秋人くんが知らせてもいいような悲しい気持ちにさせてしまったこともたくさんたくさんあったと思います。お互いがお互いを信用するのは難しくて、でも何があっても人として向き合おうとしてくれて、だからこそ私も何があっても向き合うと決めてここまで来ました。王子マイクも予備マイクも今日は大泣きするって決めてるので、最高のメンバーさん、よいしょー。こんな大きなタワーを本当にありがとうございます。こんなにね、大きな、ね、タワーをするまでに本当に辛いこととか大変なこととかたくさんあったと思います、マジで、うん、だけどね、こんなにね、大きな形になってね、みんなをね、今喜ばすタワーになってるんで、それだけはちゃんと噛み締めてほしいなって思ってます。担当とね、散々ぶつかってきたと思うんですけど、やっぱりぶつかるっていうのはいつも悪いことばかりじゃなくて、お互いが同じ場所にいるからぶつかり合えるんだと思うんで、そしてね、2人にはね、周りは置き去りにしてください、本当に、うん、周りは置き去りにして結果をちゃんと生み出している2人だと思うんで、これからもそうやってね来ていってほしいなって思います。で、やっぱ人生って結構なんだろう、いいことばかりじゃないし、大変なこともあるし、まあ、辛いこともあるだろうから、これからもね、だけど2人には勝っていってほしいし、姫のやっぱり一番勝てる場所はアキトの隣だと思うんで、ずっと一緒に戦っていってほしいなって思います。以上です、よいしょー、よいしょー、ありがとうございます。ありがとうございます。姫はいつもルミナスね、すごい褒めてくれますし、先ほどのねマイクでありがとうっていう言葉がありましたけどね、やっぱりありがとうっていうのはね、僕のオーナーとしての立場がこちらこそで、こうやってね、アキト応援してくれるだけではなくて、新しい子入ってくれた時はね、丁寧に対応してくれたりだとか、僕はそういうところも込みでやっぱり感謝しますし、姫がね、ルミナスに帰ってくれてて、僕は幸せ者ですということで、はい、これからもね、アキトとたくさんぶつかると思いますけれども、2人でね、乗り越えていってくれたらなと思います。そして、アキトね、今でも懐かしいんですけれども、ジョーにインスタでね、問い合わせて、初めて店に来てくれて、で、入店してくれて、いうのがね、もう昨日のことかに思いますけれども、今では立派になってね、昔はなんか、アキトが出勤してきて、アキトが怒ってますって言われて、どうしたのじゃって言ったら、なんか寮でピノを食べられたっていう。寮でピノを食べられたことで、口切れてますって言われて、うちの店、そんなレベルなのまだっていうところから始まりましたけれども、今ではちょっとこんな立派な、ピノに声切れられた。多分今ピノでは怒りません。はい、いや、怒るかもしれない。はい、でもね、今だったらね、幹部としてね、こんな立場からすると、店に足りてないことを言ってくれたりとか、言うだけじゃなくね、改善点を挙げてくれたりだとか、本当にルミナスが頼れる幹部ですということで、はい、これからもね、一緒に頑張っていきましょう。この後マイクにたくさんあるんで、ちょっと真面目なこと言っちゃったんで、残りのマイク盛り上げてください。よいしょ、今日までいろいろあったと思うんですけど、2人とも、まあ、結果したこともあるし、高かったこともあると思うんですけど、背中でね語れるホストが一番かっこいいと思って、でもそうやってやってくれる姫も本当にかっこいいし、
や姫ありきのアキトさんだし、アキトさんありきの姫だと思うんで、はい、これからもね、背中で語れるホストでいてほしいんで、姫も支えてあげてくださいということで、はい、が巻きらしいんで、はい、じゃあ続きは飯屋で語りましょう。じゃあ今日は楽しみましょう。よいしょ、いいですか。本当に今日マイク握らせてもらうっていうのは、まあ俺だろうなって分かってたけど、本当にありがとう。本当に、なんだろうな、ちょっと、放送ディレクター見てよこれ、でっかくない？ルイ13歳あったんで。あんまじゃないんだよこれ。俺の放送人生7年あるんですけど、その中で一番でかいタワーで一番綺麗なタワーでした。こんだけね、ルミナスから愛されてて、ルミナスが出るとみんな、ね、姫のこと好きって言ってて、その中でやっぱこの順番でこの最後に俺にマイクを握らせてもらえるっていうのは本当光栄です。最後じゃない、最後じゃないの。全然まだある。最後じゃない、最後じゃない。じゃあこれぐらいで終わりにするわ。もういらない、お前ほんともうちょっと終わりだ。バカ野郎が、もういらない。おい、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 お前は呼ばれてないよ。ということで、本当に素晴らしいパスでした。こうやって笑ってみんなはっちゃけてくれて、今普通な感じにしてますけど、多分本当に一番嬉しいのは王子だと思いますし、本当にね、僕たちからのありがとうよりもね、王子からのね、ありがとうがね、本当は姫は一番嬉しいと思いますけど、僕なんかがね、代表して言う言葉ではないんですけど、さっきオーナーが言ってたんで、こんなタワーを見せてくれて本当にありがとう、お疲れ様。スバルがね、ふざけてくれてたんですけど、本当思んなかったなと思って。姫はね、僕のことで、ね、マイクするからお願いねって言ってくれてたのもありますけど、いろいろ言葉変えますけど、本当にね、最初は出勤しない変な変えで、2回目がね、意外と真面目なオーナー、3回目が、つまんなかったおしょ、4回目がカメラ入るとあまり喋れなくなる。やめてよやめてよ。僕の番なんですけど、最後ね、締める言葉はないんですけど、本当に姫にお疲れ様って言いたいなと、本当にありがとうって。僕一応ホスト TV 4年5年前ぐらい出てるんで、姫がそれを見つけ出したら僕は好きなもんをおります。よいしょ、はいはい、すみません。夜城秋人がルミナスに入店するきっかけとなったスタープレイヤー、ジョー。現在は退店している彼ですが、夜城秋人のためこの日のバースデーイベントに駆けつけてくれました。ありがとうございます。あと、あとおめでとうっていうのとって感じですかね。姫は、なんだろう、自分じゃない相手に対して、相手を思って頑張ろうって、応援しようって頑張るって、どれほどしんどくて大変かって、僕らではもう想像もできないぐらい大変でしんどくて不安でっていうことをがあるんですよ。でそれを迎えての今日でこのパワーなので、本当にもはや僕は人として本当に尊敬するし、すごいなって思いますし、なんかあれですね、アキトもそれほど思わせられる男っていうのもかっこいいし、本当にすごいなってマジで思います。こんな男を俺は名古屋から紹介できたっていうのは、マジで自分の、なんだろう、プレイヤー人生で、まあそれなりに、まあ頑張ったんですけど、まあと同じぐらい本当に紹介できてよかったなっていう、このルミナスっていうお店にね、入ってくれてよかったなって、心の底から誇らしいと思ってるので、よかったですし、そうですね、本当に幸せです。本当にありがとう。これからのルミナスは本当に背負って頑張ってほしいし、まあ、俺は抜けるけど、とりあえず頑張ってほしいです。本当に。はい。次僕は C社やるんで。全然いいわけ。いやらしいな。本当に TV さんよろしくお願いします。絶対姫様一言で分かってると思うんですけど、はい。まずは素敵なシャンパンタワーをありがとうございます。はい。僕の目標をいつも一緒に頑張ろうとしていただき、本当にありがとうございます。姫がいてくれたから、まあ大きな目標を立てれたし、諦めずに走ってこれたし、やっぱ姫がいなかったらもっと上行きたいとか考えてなかったと思うし、そこに関しては本当にやっぱ姫のおかげだなって思うことばっかりです。本当にありがとう。そして、三崎と踊り始めルミナスの皆さん、僕の姫を本当に、笑顔にさせてくれたりとか、ノールで頑固な僕を支え続けていただき本当にありがとうございます。皆さんがいてくれるから僕がこうやってふざけられるし、僕が格好つけれるし、
やっぱり僕がこの店をもっと大きくしたいっていう気持ちになれたのをルミナスとみんながいてくれるおかげだと思ってます。本当にありがとうございます。僕やっぱりお酒が飲めないってとこが、ホストとしてやっぱダメな部分じゃないですけど、僕のネックな部分ではあるんですけど、そんなこと関係ないよって言ってくれて、こんなに大きなシャンパンタワーやってくれる姫様がいる僕ってやっぱすごい幸せだなって思いますし、こんなに幸せにさせてもらってるんだったら絶対に幸せは返さないといけないと思ってるのは僕です。だからこそやっぱ姫様に1日でも1秒でも幸せって思ってもらえる努力は全力でしてるし、結果にこだわる僕ですけど、姫様にも分かってほしいなって思ってるとこ多くて、それを姫様が一番分かってくれてるなって改めて思います。どんどん目標が変わってくる僕に、負けじとついてくる姫ってすごいかっこいいなって思いますし、僕より結果にこだわりすぎて、僕よりホストなのかなってたまに思うときめちゃくちゃありますし、だけどそんな姫がいてくれたから僕がここまで来れてると思います。だからこそ来年の目標を2人で決めたこととかいろいろあると思うんですけど、一緒に叶えていけたらなと思います。全力でついてきてくれたらなと思うんで、これからもよろしくお願いします。はい、それでは、ルミナス皆さん改めまして本当にありがとうございます。はい、これからもルミナスどんどん盛り上げていきたいと思ってるんで、はい、やっぱ僕一人じゃできないですし、やっぱみんなでやらないといけないと思ってるんで、僕の本当の人生はルミナスに捧げて決めたので、はい、改めて皆さんついてきてください。はい、今日という最強の日にありがとうございます。こんな素敵なルミナス最高の人生送ったのぜ。楽しく終われました。僕的には大満足ですかね。もうこれの今日でもうほぼ2000万を突破した。そうですね、うん、あとはまあ残りあと少し頑張れたらと思うんですけど、本数としてはまあ月間組数200本オーバーで、売上としては来年年間1億を狙えたら、それを今の目標にします。アイスさんの今後の活躍を応援してますので、はい、ありがとうございます。本日ありがとうございました。ありがとうございました。次回、夏木すばる主任に密着。我々だけに見せた彼の意外な姿とは。ホスト業界最大サイズ自社 LED トラック完備。東宝ビル前超一等地、超大型 LED ビジョンであなたの知名度も爆上がり。2500万プレイヤー兼月間組数153本突破、ヤジョーアキト年間売上1億オーバー。ジョー初回組数100組オーバー、キャリアハイ続出。第2期メンバー待遇アップキャンペーン、詳細は概要欄をチェック。